はい、こんにちは。大垣で創業87年、窓を健康と防犯防災の面から考える山田から瀬本です。今日は1月1日に施行されました睡眠症基本法と睡眠についてのお話をします。1月1日の元旦の日にですね、大変な災害が起きてしまいましたね。令和6年の能登半島地震、こちらの被害に遭われた方々、そして現在もですね、避難生活を強いられていらっしゃる方々には心からお悔やみを申し上げます。今日はですね、同じく元旦の日にですね施行された認知症基本法、これについてまずはお話をします。これですね、あまり耳慣れてない言葉なんですけども、この認知症基本法はですね、要約すると次の6点なんですよね。1つ目、認知症の人とその家族の基本的人権、そして尊厳ある生活を支援しましょうということ。そして2つ目、認知症に対する国民の正しい知識と理解を促進しましょうということ。そして3つ目、認知症の人の日常生活における障壁をなくすこと。そして社会参加を促進しましょうということですね。4つ目、適切な保健医療サービス、そして福祉サービスの提供。5つ目はですね、認知症関連の専門的学術的研究ですね、これを促進しますということ。そして6つ目は教育や地域づくりで総合的なですね取り組みを促進しますよということなんです。これらのですね要点を通じることによって、認知症の人やその家族の人たちですね、それらの方々が社会の一員として尊重されて支援されることを目的としているわけなんです。ではですね、全国で今認知症の方って何人ぐらい見えるんだろうということなんです。これちょっと古い資料なんですけども、2012年段階ですね、今からですね11年ほど前ですね、この段階で認知症の方は462万人と言われてました。さらにですね、軽度の認知症、これは400万人なんです。で、当時の65歳以上の方の7人に1人が認知症と言われていました。これがですね、2025年には5人に1人がですね認知症になるという予測が出てるわけなんです。そして同じく今年からですね、この認知症の中でも最も多いアルツハイマー病と言われるものですね、これに対する新しい治療薬ですね、これが本格的に投与を開始するというふうに言われています。じゃあこの認知症は止めることができないのかというんですけども、認知症を止めることっていうのはほぼ不可能と言われています。ただし予防したりですね、その進化を遅らせるということは可能なわけなんです。で、この予防に関してなんですが、私はですね睡眠健康指導士の資格を持っています。で、今睡眠学会においては睡眠とですね、そして認知症の関係というのが大きくクローズアップされています。ですから私もそこでですね、いろいろですね学んでくるわけなんですけれども、先ほど言った軽度の認知症、こちらの方に対するですね予防策というのは非常にたくさんあります。そのうちの一次予防としてはですね、40代から60代の取り組みが大切だというふうに言われています。軽度のですね認知症の方が認知症に発展するケースというのは 5% から 15%、 ただし正常に戻るというケースも 16% からですね 41%、 つまり予防すれば軽度の認知症だったら元に戻るというケースの方が多いということなんです。そしてこの正常に戻るケースの多くというのは、例えば抗うつ状態であるとか睡眠障害ですね、こういったものが原因の方が戻りやすいというふうに言われています。ですから睡眠がですね非常に大切だということでクローズアップされているわけなんです。ですから最近ですね、この睡眠に対する本であるとか、それから効果的な睡眠をケアするようなサプリですねであるとか、勉強会というのも多く開催されているわけなんですよね。軽度の認知症を防ぐやり方としてはですね、一つずつお話していきますね。一つはですね、やはり無呼吸症候群、これによる睡眠障害というのが大きいわけなんです。ですから睡眠時の無呼吸によるものというのは CPAP 等の医療器具ですね、これによって予防することができます。つまりですね、睡眠時の無呼吸というのは脳の活性化を遅らせてしまうわけなんですよね。ですから脳に酸素を効果的に送ってあげるためにも、この CPAP という機械というのは大事になってくるわけなんです。脳というのはですね、毎日ですね 7g の使用済みのタンパク質をですね、新しいタンパク質と交換しています。1ヶ月で約 210g、 1年で脳とほぼ同じ大きさ
主さのですね、タンパク質の老廃物を除去しているんです。そのためですね、睡眠障害によるこの脳における精巣の停滞というものですね、これは認知症の発生を促進してしまうという危険があるわけなんですよね。ですからこれに対する改善方法としては、睡眠障害と言われている1、入眠困難、2、中度覚醒、3、早期覚醒、この3つですね、この3つをなくしましょうと言われています。それにはですね、日中の活動が非常に大事になってくるわけなんです。私がいつもお話ししている、朝起きた時に15秒間でいいですから太陽の光を浴びましょうということですね。睡眠ホルモンであるメラトニンから活動ホルモンであるセロトニンですね、これに交換する作業っていうのが必要になってきますよということなんです。またですね、中途覚醒しないための一つの方法としては、眠くなるまで布団に入らないという方法もあるわけなんですよね。でよくこれを話をすると、いろんな方からですね、睡眠時間ってどれくらいなんですかっていうお話をされるわけなんですよね。私もしくはですね、私すごく睡眠不足なんですという話をされるんですが、時間をお聞きしているとですね、そんなに短くないんです、極端に。ですから睡眠時間っていうのは人それぞれだと思うんです。で大事なことは、朝起きた時に疲れがなくって日中ですね、必要以上の眠気に襲われない、活発的に動くことができる、つまり昼間の活動に支障がなければ睡眠時間は十分足りてると思うんですよね。で前回も話しました、最初の入眠時間ですね、90分、寝た時にですね、最初の90分ぐっすり眠ることができれば、睡眠というのは成功していると言っても過言ではないわけなんです。ですから昨今出ているサプリというのは、この入眠導入にあたってですね、すっとこう寝れますよということを促進するためのサプリなんですよね。睡眠薬とは違うわけなんです。そこでですね、睡眠に対するワンポイントを申し上げます。一つは、自分のですね、睡眠時間をしっかり知るということですね。これくらい寝れば十分だよということを自分自身が体で頭でよく理解するということです。そして眠れなくてもですね、朝先ほど言ったように、すっきり起きれてですね、昼間の活動に支障がなければ、不眠症ではないので必要以上にくよくよしないということですね。そして3つ目、あまり睡眠薬には頼ってほしくないんですけども、睡眠薬を飲むんでしたら毎日きちんと服用するということが大事なんです。飲んだり飲まなかったり、さらにはですね、眠れるようになったら少しずつ減らしていくということも大事だと僕は思うんですね。そしてもう一つ、夜間の照明ですね、これに気をつけましょう。青い光と白い光と赤い光とあるんですけれども、赤いというオレンジですね、青い光というのは比較的脳を刺激してしまいます。ですからどうしても夜青い光もしくは白い光を浴び続けるということはですね、睡眠時間を遅らせてしまいます。ですから暖かいですね、暖色系の明かりですね、これをしっかりと照明器具でも使うということです。そのためにも LED のですねタイプ、色を変えれるタイプのやつがありますからね、それを使っていただくということです。朝と昼と夜とのですね、照明器具の使い方を考えようということですね。これをしないとですね、どうなってくるかというと、これ慢性的な時差ボケにつながるわけなんです。慢性的な時差ボケって何かって言った時にですね、先ほど言ったように体というのはですね、体内時計とサーガディアンリズムの2つがあるわけなんです。それによってですね、どうしても強い光を浴びるとですね、先ほど言ったように睡眠時間が遅れてくるわけなんです。で遅れることによって当然朝の起床時間が遅れるわけなんです。これの累積がですね、慢性的な時差ボケにつながっていくということなんです。で慢性的な時差ボケはイコール脳の活性化を遅らせるということです。すると先ほど言ったようにですね、老廃物の除去というものが減少していくわけなんです。そこに睡眠負債というのがあるわけなんですよね。ですからなるべく夜の光を減らして朝の日差しをたくさん浴びましょうということが大事になってくるわけなんですよね。そしていつもお話ししているように、なるべくですね、朝の光を浴びるためには寝具をですね、窓の近くに持っていきましょうということなんです。何度もお話をしていますけれども、この太陽の光とですね、それからこの照明のですね、ルック数は大きく違います。で我々が先ほど言った睡眠ホルモンがですね、活動ホルモンになるのに必要な容量っていうのは3000ルックス必要なんです。ところがこの照明器具の明かりというのは頑張っても1000ルックスです。でも太陽の光というのは、例えば雨の日でも5000ルックスあります。さらに曇りの日なら1万ルックス、晴天時はですね2万ルックス以上の光がですね、我々の体に与えてくれるわけなんです。
そうすることによって、先ほど言った睡眠ホルモンが活動ホルモンに変換することによって、我々は活発的に動くことができる。そしてさらに昼間の活動が疲労、さらにはその活動した分だけ、セロトニンが出た分だけ、夜のホルモン、睡眠ホルモンですね、これが分泌されてくるわけなんですよね。ですからやはり昼間働くということ、そのためには朝しっかり起きましょう、同じ時間に必ず起きましょうということですね。それがすごく大事になってきますよということなんです。非常にですね、この元旦からですね、いろんなことが多すぎてですね、何を話そうかなと思ったんですけども、まずはですね、この1年の計にあたって睡眠の大切さ、そして睡眠を守るためには効果的な寝室環境、断熱環境という部分が必要になってくるので、これについてお話をしました。ご参考いただければ幸いです。